宇宙物語、惑星を旅した私であったが、その時はどうなったのか。950ページを開いた。すると、なんと惑星がふわーっと出てきたのである。私はですね、そんで宇宙に行きまして、その宇宙の旅をしてたんですけども、それでですね、ファンタジーの世界もちょっと旅しよう思って、ファンタジーの世界も旅したんですよ。でね、ゲームじゃないんですよ。それもファンタジーの世界に来たのは、私の来たファンタジーの世界っていうのは、なんか不思議な世界でしてね、なんか木々のところをポチッとボタンを押すとですね、どっかの扉がバーッと開いたりとかですね。で、例えばですね、川にですね、物をボーンと掘り込むとですね、そのものがなんかメッセージになってきたりとかですね。あとですね、ファンタジーの世界でなんか不思議なことといえばですね、よく小人が、妖怪おるんですね。その、なんていうかな、道とか歩いてて、こんなちっちゃいちっちゃい、こんくらいの小人なんですけどね。で、その小人がこう話しかけてくるわけなんですよ。で、ベースボズボズ、ベースボズボズ、ツンダーバースボズボズボズと喋るんですね。で、小人のその、よく小人っていうのは、どんなんかなと思ってですね、虫眼鏡でちょっと覗いてみたんですよ。そしたらですね、話せましてね、いろいろと話してるんですけどね。で、まあ、これを病気という人はいないと思うんですけども、これは小人が実際に見えてるんであって、その病気ではないということなんですね。小人が見えたりとかですね、あとなんかですね、この間宇宙人のその宇宙人がよけばーっと出ていくのを見たんですけども、それも病気ではないんですね。こういう面白い世界があるのに、それを病気としてくくるというのはちょっと違うと思うんですね。で、まあ面白い世界も確かにあるんですよ、ファンタジーの世界で。例えばですね、酒が作れたりとかですね、その自らですね、で自ら酒を作れたりとか、まあそういうことも、これはもう不思議な世界なんですね。で、料理とかですね、その料理とかも作るんですけど、料理はまあ普通にその作って飯食ったりとかしてるんですけど、でそこでまあ栄養管理士というのをちょっと勉強して栄養管理士になったんですけども、そうするとですね、食事のちょっと不思議なその世界っていうのがあって、それをその栄養管理の方で見ていくと、体も健康になるし、食材もいろいろ選びながら飯を作ったりとかして、栄養のバランスの取れた食事になるんですね。で、まあそういうふうな、まあ栄養管理士とかもありますし、あと整理収納アドバイザーというのもありますね。それはですね、部屋のそのインテリアとか、あと部屋の整理とか、そういうのをするんですね。そうするとですね、人生がですね、不思議とですね、整理されたような人生になってくるんですね。で、整理された人生になるということがですね、まとまった人生っていうか、そういうふうな人生的な部分になっていって、変わっていくわけなんですね。で、例えばですね、そういうふうなもありますし、あとまあ他にも講座っていうのはいろいろありますよね。で、その講座はまあ受けて勉強するとなんかいいんかなと思いますけどね。